これ、大丈夫これ。はい。これ枝が今下がったでしょ、ここに。はい。この枝。はい。で、これが頭の芯ですかね。はい。芯。これが芯がずっと下がってくれば、圏外なんです。圏外。で、これだと枝が下がってるでしょ、これ。はい。枝。これ芯がこっちですからね。枝がこうずっと下がってくるから、これ半圏外です、あの軸圏で言うと。で、これは枝が下がってきて、下向いてるから、半圏外だ、この軸圏で行くと。これが半圏外、これ枝が下がってるでしょ。はい。これ半圏外。こっちが圏外。こっちが圏外ってやつ。そして幹が下がってきてる。この幹がこう下がってきてる。幹が下がるか、枝が下がるか。さ、枝が下がってると、半圏外だよ。幹がずっと下まで、端の下まで下がってくると、圏外なんですよ、はい。なるほど。でも、どっちも木としては、あるんですよね、そういう。両方ある、うん。あるんです。どっちがいいとかじゃなくて。いい悪いじゃなくて、半圏外と圏外っていう。で、枝が下がってきた場合は、鉢よりあんまり下行かないんですよ、これ。で、圏外っていうのは、幹がずっと下まで下がってくる。うん、鉢の下まで下。これアリがいるんでアリ殺しやつだ。これ白いやつ。これが半圏外。これ今どういうふうに作ってるかっていうと、この樹形のこれ幹がまっすぐになったでしょ、これ。はい、まっすぐ。直管って言います。直管。はい。ですから模様が全然入ってない。うーん。まっすぐ上がってる。はい。これ直管に作ってる。葉っぱ取りますんで圏外です。圏外。圏外取ります。葉っぱ今きれいに取ります。これが直管。直管っていうのは難しいです。こう、ほら、ここ見ると、もう模様が入っちゃったでしょ、これ。入ってますね。これ直す。これない方がいい。まっすぐに立つよね。針金で直したりなんかする。こう針金かけて、これでこう伸ばして。戻していった方がいい。伸ばしてこれが直管。だから直管的にはあんまりほとんどないですよ。模様が入っちゃってるから。こう直管向きって少ないです。だからこれね。これ心拍ですけど、これは模様着。模様着こう幹にこう左右前後見る側で模様着っていうこれそうです。これは太い木か細い木かつらも細い木ですよね。はい。細い木で作り方っていうのは幹に枝を近づける。こう近づいてるでしょ。はい。これ幹ですから幹にここで近づいて。こう離れちゃったら。で、軍人帳。これがそうです。この3つ。あと、これ、図書なんかだとね、こう直管の文人みたいです。あ、これも文人になるんですか？そうです。枝がこう食いついたようについてるんです、これは。はいはい。作り方。これ見ると、全部こう、幹に枝が近づいてるでしょ、これ。うんうん。文人帳はこういう作り方です。なるほど。細い木で枝が幹に近づいてる。圏外の場合ね、これくっつけちゃダメですかね、鉢に。こう隙間が空いてないと。こうくっついちゃったら、こうくっついちゃうとか、かっこ悪いでしょ。犬が段ボールの中入ってるような形になっちゃう。ここら辺がこう山がこう、こういう山のとこからこうせり出してる。なるほど。ね、で雪の重みでここからガクーンと落ちてたんだけど、そこからまた上へ上へと。上がるとするわけですよね、切ってでまた落ちてるわけですよね。心拍ですけど、はい、やっぱりこの山の上の方に入ってます、うん、で厳しい条件の中で育ってきて、ここに盤管っていうのがあるんですね。これ盤管、うん、これ書いてないですけど、これ盤管って言うんです。上からこうシシシって重しがかかって、うん、で足が潰れてきたような、そういう感じで作ってます。だからみんなね、この中に当てはまりますから、この樹形っていうのは。これだと根上がり、根っこが上がっちゃったでしょ。根っこだとこう発泡粘りっていうのがあるじゃないですか。あるんですね。これはもう発泡粘りじゃなくていいですね。ここにここで根っこを引っ張ってるんですよ。これ引き根って言いますけどね。引き根。これがこう片方だけの粘り。それでいいです。これなんかこれは値上がりだから、これも引き根みたいな感じですね。であとね、普通の意味根っていうのだったらそういうの発泡粘りがいいですよって言うんですけど、片方にこういう、風でなびいてるような木は
引き根でいいんですか、どうなんですか、これこっち支えてる、こういう引き根、はい、これでいいです。苗がいっぱいあったらこういう養成が作れるでしょ、うん、で細い木だったら文人帳に作るとか、はいはい、だいたいねこの中で実験でほとんど当てはまる、当てはまるですね。これは石づき、石づき、これ全部、まあ、これ吹き流し、吹き流し、どっちかにもう強い風が吹いて、こっちがこれだと こっち風が強い風で吹いて枝がなくなっちゃった、はい、こっちが全然ないでしょ、はい、でこっちだけで生きてるって言うんですよ。でここ例えば雪で埋もれてて風で、空風が吹いてこの陣になってしまった、うん、そういう樹形を想定してます。なるほど。これは細い木が林みたいなところで強い風に吹かれて、うん、でこっちへ流れてた、強い方向性がついてる。これは熱らなり、普通熱らって言ってますけどね、つらない、こう木がこうあって、でこう枝が出てた、はい、枝がで台風かなんかで倒れた、うん、この枝が幹になったやつ、あで根っこはこうつながってる。なるほど。熱らなりって言います。図書なんかでよくありますよ、これ。なるほどね。これは株立ち、株立ち、くっついちゃってるやつ、うん、これ例えばモミジなんかですと、はいはい、ここからいっぱいこう芽が出て、うん、それが成長したやつ、そこは全部つながってる、これ一つのところ、うん、はい、株立ち、一つの株からいろんな一本いっぱいこう幹が立ち上がってるって、うんうん、でこれの数はやっぱり奇数だ、2はいいですよ、はい、これは樹形の相関ですね、相関、そう2本幹が、うんうんうん、で親と子供っていう形になってます、うん、普通ねここで教えてるのはね親が手前に来ますからね、はい、本なんか書いてあるのは子供前出すから、そのことですよ、だって。ここでは親が手前、ここは後ろ。この盆栽教室ではってことですか。そう。子供の親の前に写真出ないんですよ。子供の前に。なぜかっていうと、やっぱり奥行きですよ。立体感出すために、小さいのが前に来ちゃうと立体感出ないでしょ。で親、太いのが前に来れば、こう奥行きが出てくる。なるほど。これはね、あそこの杉の木7000年とかは何千年って言ってるけど、あそこ土がないのよ。これ熱らなり。熱らなり。心拍ですけどね。熱らなり。これほら、全部つながってるんです、これ。ここが。確かに。1分ですよ、これ。そこから枝が立ち上がったやつ。なるほど。根っこがつながって、もともと一本の木の枝だったってことですか。そうです。ん、姉上がり長寿梅。これ根っこ長寿梅。姉上がり。でいわゆるこういう松とかは模様木みたいなことなんですか。そうですね、模様木になります。これも模様。みんな模様が入ってますね。だいたい半剣貝の形の模様木なんでしょうか。半剣貝の模様木。ちょっとね、苔が剥げちゃったんですから、ね、うん、石づき、石づき、うん、心拍の石づき、これは龍岩石っていう石ですね、うんうん、それにつけたやつ。これ想定は山の高いところ想定してますんで、うんうん、ここにシャリが入ってる、はい、シャリが入って石が起こって皮が剥げちゃった、うん、でこうガクって下がってきた、ここ、はい、そういう想定です。うーん、でこの先端で力強さを出してるって、はい、イワシで、イワシで寄せ植え、でこれを鉢にちゃんとこう細長い鉢に入れておけば、うんうんうん、景色が出てくるはず。そうですね。これは何なんですか。これが株立ちな、株立ち、株立ち、ここ1個ですよ。ここの株から出てる、うん、ここからここに、ここで変わってくる株立ちなの、ね、これ相関、途中相関、中相関、相関ってここからここで、うんうんうん、途中から出て、途中層か。これは枝じゃないんですか。幹、幹、一本の、あと2本重ねてあるかもわからない。2本の木がくっついちゃった。2つくっつけたら、このとこがほら、うんうん、ち
てた、くずれてるかも。そうですね。で、文人とは言わないですか。文人帳の創刊ですよ。文人帳の創刊。文人帳の創刊。これは株立ちだね。これは株立ち。株立ち。これ。こう根っこがこう。こうなってでしょ、はい、発泡粘り、粘りが四方八方に出てます、はい、後ろまで。で、ここが盤になってる、これ、うんうん、こう根っこじゃなくて盤になってる、盤根って言いますか、これ盤根、うん、発泡粘りの盤根、盤根、盤根で、ね、普通盤根って言ってます。これ三冠、三冠、うん、三本でしょ、また新しいの出てきた、うん、三本あるから三冠。そうそう、だから親が後ろ行ってるけどね。ああ。これ、うん、あー、もう一本あった、もう一本あったんですよ、ね、これはあれですね、あのさっきのやつじゃないですか。これあ、違うな、これは一応ねつらなりになってるんだよね。ねつらなりか顔立ち、うん、これす倒したやつですか。倒して、でもこれ枝、これ枝じゃないですよね。これ、これだから幹の先端ぐらいだと思うんですけどね。こういうのはちょっと特殊なもんだね。自然界ではないかもわかんないよね。あんまり見ない形です。あんまりこういう形じゃないですからね。これ寄せ植え。そうです。この一本一本の木をこう寄せてあげたやつ。なるほど。あの一種類の木でも寄せ植えに、そうそうそう、あのなるのか。石づき、これ石づき、これもすごいですね、この付き方。これ楓かな、石も噛んでやったよ。もう一体化してます。これ相当年数経ってますよ、ね、もう完全にくっついてます、ね、くっついてますもんね。もう絶対剥がせないですよ。そうですよね。何十年経ったら、経てばこうなるんだろうって感じですよ。なるべくくっつけて石を噛ませてるんだろうね。だってもうここでくっついちゃってるから絶対取れない。そうそうそう、そう。石をね、こういういい石使ってないと、うん、ああって思っちゃいますね。あの溶岩みたいなああいうのやったら、使い物にならないですからね。なるほど。でも一通り全部見ましたかね、はい、木の樹形は。先生、好きな樹形は、好きな樹形、一番好きな樹形。私は細い木が好き。細い木、あ、そうですよね。心拍も細いも多いですね。そうそうそう、細いので文人とか心拍、そうそうそう、細いもの、あれ太い木だよね。もう風情がないです、あんまり。どうだってこう見せる木じゃないです、ね、ゆっくり自分で見せるような木がいいかなと。なるほど。あの修賀店行ってきたんですよ。修賀店、行ってきたんですよ。修賀店行ったらやっぱ心拍とか太いのが多かった。太いのが多いでしょ。多分流行りなんですか、ね、あれがさ100個も200個も並んでて飽きちゃうから。で、まあ、他の場所行くと細い木がこうやってね、あの並んでて、うん、そういうのはゆっくり見られるから、ね。